構欲しかったな、でもな。放送席を放送席、そしてゴールデンウィーク最終日、バクリンドームに詰めかけたパラコンファンの皆さん、リボイクルです。超ヒーローは7回1失点、高橋宏斗投手、そして同点のタイムリーヒット、木下拓哉選手、最後に試合を決めた石川拓哉3選手です。ではまず高橋宏斗投手に伺います。素晴らしいピッチングでした。ご自身で振り返っていただけますか。はい、まあ、大事なところで一発目だったんですけど、不甲斐ない試合が3試合続いてたので、なんとかもう1試合に出てるというのは彼らも強いと思いました。その強い思いでこの1週間、その中でどのような調整をして過ごしてきましたか。そうですね、もう前回の登板終わった後からいろんなピッチャーの方にいろんな意見をもらって、いろんなアドバイスをもらって登板だったので、はい、教えてくれたピッチャーの皆さんのためにも、はい、皆さんに勝ち取った勝負だなと思います。この練習の結果ではたくさん、この高橋宏斗投手のために一緒に練習してくれましたね。はい、感謝しかないですね。今日は高校の同級生、中山選手との対戦もありました。3月期ノーヒットに抑えました。この点いかがでしょう。ライトもすごく頑張ってますし、負けてられない気持ちもすごいあるので、はい、負けないように対策するときは抑えられるように頑張っています。高橋投手で後ほどまた一言いただきます。お隣、この高橋投手をリードした木下拓哉選手です。バッティングから伺いましょう。同点タイムリー、どのような思いであの打席入ったんでしょう。いや、はい、難しい球だったんですけど、まあ、自分でも、ね、なんであんなにうまく打てるかわからないんですけど、まあ、小さい頃からゴールデンウィークも削って練習してきた回があったと思います。ありがとうございました。どのようなことを考えて野球を見ていましたか。いや、まあ、ランナーが高谷だったんで、まあ、僕調べでは僕よりも数倍足が遅いんで、まあ、ああいう当たりじゃないと帰ってこれないと思いましたし、なんとかホームまで走ってくれと思いながら僕も走ってました。高橋投手、今日7回目を引っ張ってきました。高橋投手のピッチング、木下さんから見ていかがでしたか。いや、まあ、ヒロトに勝ちがつくのが一番良かったんですけど、ここ数試合苦しい時が続いているので、まあ、今日を機に、次からどんどん勝っていけると思うので、はい、まあ、ナイスピッチングだと思います。試合を決めたのは石川拓哉選手でした。石川さん、満点で回ってきました。あの時どういった思いで入ったんでしょう。やっぱり試合を決めるという強い思いで打席に入りました。フォアボールの後の最初のストライク振っていきましたね。最初のストライクから振っていきましたね。浮いてきた球は全て振ろうと思ってたので、それがいい結果につながったと思います。犠牲フライは十分の当たりでした。感触の手応えいかがだったでしょう。まあ、最低限の仕事はできたと思うので、はい、良かったです。ベンチに戻ってからの笑顔ではなくて、何かほっとした表情が印象的だったんですが、このあたりいかがですか。まあ、なかなか得点圏で打ててなかったっていうのもありますし、本当に打点を上げれて良かったなと思いました。今日の高橋投手のピッチング、後ろから守っていて、見ていていかがでしたか。まあ、ホームランは打たれたんですけど、ずっと安定していいピッチングしてたと思うので、
大好きなチームだったと思います。では最後に一言ずついただきましょう。では年齢の若い順からいきましょうか。はい、石川選手でよろしいですか。はい、ではゴールデンウィーク最終日、今日もたくさんのドラゴンズファン詰めかけてくれました。ドラゴンズファンへメッセージをお願いします。来週からも勝ち続けられるように頑張るんで応援よろしくお願いします。来週からも勝ち続けるように頑張ります。よろしくお願いします。大谷、高橋選手、ファインメッセージお願いします。来週からも勝ち続けられるように。